はい、どうも皆さん、ケジオです。天神やっていきます。前回は27日目の休み1休みに見ていって、まあクリスマス中止とかいうね、もうしょうもないことを言ってたんやけど、なんか愛ちゃんが乗ってきてくれて、いやでも実際すごい楽しそうなんよなその梅原くんと11くんと愛ちゃんの3人でね、クリスマス中止という名目でゲーム大会はすごい楽しそうちょっと見てみたくはある。うん、やけどまあ多分ないでしょうとそういうのはね。であともう一個は、なんか愛ちゃんが11くんとの関係をクラスの女の子に問い詰められてたん感じで、で逃げてたみたいな感じだったかな。で今からは、昼のイベント、クリスマス中止には精神と体を鍛えないといいアイデアがないだろうかな、ないだろうか、うん、すごいどうでもええんやけど、クリスマス中止には精神と体を鍛えないとってまずどういうことなのそうじゃねえやろクリスマスと女の子と過ごすためにはやろそこは、うん、その努力をしろまずは、うん、また時間はちょっとあるんやから。うん、クリスマス中止イベントか。あの時はノリでそれでもいいなんて答えたけど、これって冗談にしても大変なイベントじゃないのかだとしたら今のうちに体と精神を鍛えておく必要があるよな。ねえよでもどうやって。そうか、こういう時こそ何先に相談すればいいじゃないかまあ鍛えるっていうことでね。よし、長崎は教室にいるかな。先輩おるわあ、長崎ちょうどいいところにえ、ちょっと相談したいことがあるんだけど、今いいかな。それは構いませんが、私に相談ですか。うん、そうなんだ。体と精神を鍛える方法なんだけど、僕どうすればいいかわからなくて。でもだからといって愛ちゃんも知ってるかって言ったら難しいよな、うん、難しいと思うよ。そうですね、私は水泳で鍛えました。まあ部活動をやってればある程度は鍛わるからな。うん、へえ、水泳で。ええ、私小さい頃は体が弱くてよく風邪をひいていたんです。そんなんあったっけでもお医者さんに勧められて水泳を始めてからは随分良くなったんです。水泳やったらどうみたいなああ、そういうのやっぱあるんやな。なんか体昔弱かった子が運動を始めてだいぶ良くなったみたいな、なんかたまに聞くよな。うん、なるほど最初は嫌々でしたけどね。いやでも俺も昔やってたけど1ヶ月くらいでやめたけど、その幼稚園くらいの時なんか行かされてて行ってたな、そういやえ、それじゃあ好きになったんです、スイミングスクールに行くことが。いやでもそれはええことよな。俺は水の中で目が開けられなさすぎてやめたけどうん。それは何かきっかけがあったの？はい、そこのスクールの入り口に巨大なペンギンの像があって、うん、もしかしてそれに会いに単純だったんです、私。いやでも子供ってそういうもんよな。自分だってスイミングスクール、まあ8割ぐらい家やったけど、残りの2割はそのスイミングスクール終わった後にあの自販機のアイスクリームを買ってもらえるんやけど、それが楽しみで行ってたからなまあやっぱ子供ってでもそういうもんよ多分そうなんだ。あとはそうしてるうちに他の学校の人とも友達になったりして、はい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 、どんどん楽しくなっていったのか。はい、そうなんです。なので私の場合は
身体と精神の鍛え方というと水泳としか、まあ、部活動っていうのが正しいかも学生時代にある程度そういうのやっとくのは大事、うん、その体と精神もそうやけど、なんかあの時経験したあのことみたいな、うん、経験も結構ね大事になってくるもちろん他のスポーツでも構わないと思いますけどね。うん、なるほどな。これが先輩の参考になるかは分かりませんがまあでも今純一くんが求めてるのは多分そういうことじゃない、うん、もっとしょうもないこと。はは、大丈夫、ちゃんとなったよ。ありがとな、七咲。もう少し自分でも考えてみるよ。いえ。褒められて嬉しそう。では私はこれで。あ、うん。失礼します。もうなんか純一くんと喋ってるだけで顔赤くしてるもんな。うん、七咲の子供の頃か。当初の目的とは違ったけど、なんだかいい話が聞けた気がするな。それにしても七咲って昔はどんな性格だったんだろう。今みたいに落ち着いた感じなのか、それともはっちゃけではないと思うけどな、まあおとなしい落ち着いた感じの子なんじゃないかな。うん、ちょっと気になるな。そんなむちゃくちゃ変わることってまあ少ないと思うから、ね、その昔はちょっとおとなしかったけど、高校生でなんかすごい騒がしいなったやつとかはおったけど、逆はあんま知らんな。うん、なんていうか、その昔子供の頃クソ騒がしかったけど、高校とか大人になってめっちゃおとなしだったやつは見たことないから、うん、まあまあまああんま変わってないちゃうかな。どうしよう、対戦ゲームを予約しに行く、はい、ともっと七咲のそば、これはこっちやろもうこんなんいいのよ、もうワンチャン見れなくてもしょうがねえから、いやもっと七咲のそばにいたい、今すぐプールに向かおう。もうこれも問題あるけど、いやこれは多分大事、うん、いや会いに行こう、これは行くしかねえ。七咲はいるかな、部活前だから多分ここにいると、ここに来ていると思うんだけど、まあ、来る気はするやろ。なんだか少しだけでもいいからそばにいて話がしたいんだよなもうそれはどういうことやっていうね、うん、わかるでしょもうお、いたいた。よし、練習前にちょっと声をかけてみるとするかな。あんま言いたくないけど迷惑やと思うでせめて終わってからにせいへん。うん、あ、ちょっといい？うん、そら塚原先輩も言ってくるよ。え？あ、塚原先輩。あなた七咲に会いに来たんでしょ？そうです。え、あ、はい。そう、やっぱりね。あ、練習が始まる前には帰りますから。ええ。いや、なんかこれ覚えてるぞ。あの、どうかしたんですか？うん、塚原先輩。ねえ、少し聞きたいことがあるんだけど、いいかな？聞きたいことですか？そう、七咲のこと。七咲のおうおうおうおお。実はね、ここ最近七咲の様子が少しおかしいのよね。はあ、いやでもこのイベント覚えてるわ。え？なんだかぼんやりしてることが多い上に、練習にも身が入ってないようなの。え、これ、ああ、上着脱いでんのかな。なんか何してんのかと思ったわ、上で。あらまあ。今まではこんなことなかったんだけど。
あらららららあー美しいはーありがてーありがてーこれはありがたいっす。そうなんですか。ええ、しかも原因がわからないから対処のしようがなくて。七崎が。君、七崎から何か聞いてない？ いえ、僕は何も。そう、君ならって思ったんだけど。まあ、君ならっていうか君が原因なんよな、多分。うん、おそらくやけどすいません。うん、それならいいの。塚原先輩、本当に心配なんだろうな、こんなに必死に七崎のことを。まあ可愛い後輩やしな。あ、ねえ。はい。あの、すいません、塚原先輩。え、あ、ちょっと待って、今行くわ。まだ途中なのに呼ばれちゃった。そうみたいですね。せっかく君に時間をもらったのに、こんな中途半端に終わりだなんて。いえ、いいんです、気にしないでください。そう言ってくれると助かるわ。それじゃあ私は部活に戻るわ。あ、はい。七崎の様子がか、確かに気になるよな。よし、そのうちお昼にでも誘って事情を聞いてみるとするか。多分純一くんのことやから教えてはくれやんと思うけど。と、今日はもう練習が始まるからおとなしく戻っておくとしよう。まあ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 、まあ多分この辺大事やからいいとは思う。まあ後々につながってくるでしょうと。はい。よし、今回はここまでですね。はい。そのまあ愛ちゃんの様子がおかしいっていうのはもうね、後半に差し掛かってスキルートにも来てるんで、まあしょうがないといえばしょうがない。うん、それは恋です。はい。いやー、十一くん、うん、どうやろな。なんか昼に話聞くって言ってたけど、うん、なんか言ってくれるんかな。うん、まあ多分なかなかちょっと言いにくいとは思うんで、うん、厳しいとは思うんですけど、なんか変な感じにはならんといてほしいな。それを聞いたことがきっかけでなんかお互いがギクシャクしてみたいなね、それはちょっと嫌なんで、まあ、その辺はちょっと純一くんにはね気をつけてもらって、たまにデリカシーもなしにズカズカ踏み込んでって、なんか女の子の機嫌損ねることあるからこいつ。それだけはちょっとないようにしてほしいですね。うん、まあまあという感じで、次回もお楽しみにと。あ、そっか。で、次回日曜日なんで、日曜日飛ばして月曜日からやっていきますね。はい。ということで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。